この項目では2007年シーズンの J リーグディビジョン1について述べる。2007年シーズンの J1 のクラブは以下の18チームである。このうち横浜 FC、柏レイソル、ビッセル神戸が前シーズンの J2 からの昇格クラブである。突起なき場合、監督代行はトップチームのヘッドコーチが務めている。なし開幕戦は三月三日に七試合、翌四日に 残りの2試合が行われた。6月30日の第18節をもってアジアカップによる中断期間に入った。8月11日の第19節からリーグ戦が再開され、12月1日に最終戦が行われた。この前後でも国際 A マッチデーと合致した中断期間が断続的に挟まれている。2007年 J1 最終節も、 三勝序盤は、名古屋が4連勝とスタートダッシュに成功し首位に立つ、ものの、その後は失速していく。代わりに、G 大阪が圧倒的な攻撃力を武器に勝ちを積み重ね、1位で中断期間に入った。この年 J1 に昇格し、三浦和義、久保達彦など、抜群の知名度を誇る選手が多数在籍する、横浜 FC は第2節で、 横浜 FM との横浜ダービーで勝利を収めたものの、久保が怪我で多くの試合を欠場したこともあり、その後は勝ちは愚か引き分けすらほとんどないという状態に陥ってしまい、17位とは勝ち点差6の18位で中断期間に突入した。再開後は、G 大阪との直接対決を制した浦和が、首位に立つ。また、 一時は15位にまで順位が落ちた、鹿島も以前の中心選手、小笠原光男が、イタリアのクラブから復帰すると状態を持ち直し、優勝争いに参戦。優勝は、浦和、自大阪、鹿島、清水に絞られた。浦和はその後も勝ちを積み重ね、周位を独走し、第30節の時点で優勝の可能性が出てくる。しかし、そこから一点、ACL の疲れからか、 チーム状態が一気に下降する。一方の鹿島は一時は優勝は不可能とまで囁かれるようになるも、第26節から第32節まで土涛の7連勝で2位に浮上、33節の浦和との直接対決も制したことでその勝ち点差はとうとう1となった。しかし最終節の浦和の相手は J リーグ史上最速で J2 降格など、 多くの不名誉な記録を樹立してしまった、西玉横浜 FC であったことで、アウェー戦とはいえ浦和の優勝は確実とまで言われた。ところが、いざ始まってみると緊張と疲労のためか、いつも通りのプレーができず、逆に、キングこと、三浦和義のスルーパスから、最後は、MF ねじめ孫に決められ先制点を与えてしまう。浦和は、怒涛の攻めで何回も決定機を作るも、 横浜 FC のゴールキーパー菅野高則を中心としたディフェンス陣にすべて阻まれ0から1で敗戦。一方の鹿島は清水に3の0で勝利。この結果、鹿島が最終節が終了した時点で初めて首位に立つという奇跡の逆転劇で6年ぶり子供のリーグ優勝を果たし、通算10冠目となるタイトルを獲得した。ちなみに、この結果横浜 FC は、 チーム総得点19得点でシーズンを終えたが、これは徳島ボルティスが2014年シーズンにチーム総得点16得点を記録するまで J1 はースと記録だった。なお、鹿島は3位以上が確定した32節の時点で2008年の ACL 出場権を得ていたが、結果はおこぼれでなく、昇進正明正のリーグ王者として出場権を得ることとなった。 一方で、本来であれば開催国枠により出場が見込まれていた FIFA クラブワールドカップ2007は AFC チャンピオンズリーグ2007において浦和が優勝したため1カ国から複数クラブの出場はできないとする大会規定により浦和が ACL 枠でクラブ W 杯出場となり鹿島は出場できなかった。会では戦術の横浜 FC のほか 大木武監督の思考するパスサッカーが話題となった甲府は、G 大阪に移籍した FW バレーの穴を最後まで埋められず降格。相手はくしくも2年前の J1 昇格を決めた入れ替え戦の対戦相手だった歌手は、試合会場も日立合衆アサッカー場と同じだった。広島は、ユース世代からの選手育成が総行し A 代表を、 含む、年代別代表に多数選手を送り出したが、守備が安定せず入れ替え戦に回り、2戦合計で、京都に敗れて2度目の J に降格が決定した。この3チームと残留を競った大宮、大分は、中断期間中に大型補強を観光し、なんとか残留した。イビチャ・オシムゼン監督の後を受けたアマル・オシム監督の、千葉、 原博美監督の評判する攻撃サッカーの実現が叶わなかった FC 東京も会に沈み、シーズン終了後それぞれの監督は解任された。昇格組のうち、柏と神戸は全評判が高くなかった上に、開幕前の注目度も低かったにもかかわらず、前線して、それぞれ8位10位の成績を収めた。柏は岩谷4-0、神戸は横浜 FM に4-1など、 序盤から、競合クラブに圧勝することがあった。その他、それまでは、海や、中位の常連だった新潟が6位という、J1 昇格以降最高順位を記録するなど、下馬評を覆す結果を残している。大宮は、埼玉市大宮公園サッカー場の改修に伴う、暫定処置で10月まで、埼玉市小間場スタジアムに本拠地を移転したが、11月以後大宮へ復帰した。 その他、命名権関連で、新潟スタジアムは、東北電力ビッグスワンスタジアムに、神戸ウィングスタジアムは、ホームズスタジアム神戸にそれぞれ名称を変更している。最終更新は2007年12月1日の、試合終了時出展、J リーグデータサイト順位の決定基準、1、勝ち点2、得失点差3、得点数。ありがとうございます。